はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘、湯の花コレクションを始めていきましょう。今クリスマスイベントプレゼントフォーミー魅惑のパーティー開催を、行っております。巡業などを行ってですね、報酬をどんどん取っていきましょうというわけです。堀別綾瀬か。堀別綾瀬はどんどん確保していきたいですね。それではまず巡業が必要ですが、その前にですね、巡業やろう。愛媛ですね、今。巡業確実にここはこなしていきます。今道南にいます。先ほどというか、この湯の花温泉で温泉娘をゲットいたしました。いよいよチケットをもらえたりします。さあ巡業ですね。相手側は草津ゆいなを2人持ってるようですね。ゲロを行ってみましょう。さあ、これはちょっとバトルを見ましょう。まずは嬉しろ立花が有馬風花に挑みます。おっと、わずかの差で負けてしまった。さあ、ゲロ瑞希、結構際どい服装です。相手は草津ゆいの2つゲットしましたね。これは対象です。
お、結構 12% まで追い詰めました。さあ、地球か。OK です。はい、倒しました。歌合戦です。遠泉へ。音楽もですね、バージョン2になってから一辺倒の音楽じゃなくて複数の音楽がランダムかなで登場するようになりましたね。アリバに行きます。 12% とかすごいな。 SSR が4人いるのに 12.5% って。まあ、SSR を取ることじゃなくて技術を上げていくことですね。 SSR4 人に対して全勝です。登り別いただきました。さあ、バーデン湯布院です。私達成ですね。確実に数を増やしていきます。ストーリーもちょっと見ていきましょう。娘ストーリー。おっと、ノビエツ綾瀬だ。なんかすごいな。サンタプレゼントですかね、私のへの。オートで話を進めていきましょう。しかし本当に全身なんか贈り物っていう感じですね。さあ、中本7に何だろう。こういう風に新しい音楽になります。さあ、レベル80しかいってない草津ゆいなだが、それがどうなるか。3本技術が発揮されてますね。あ、勝ちましたね。さ、結構あの下のパラメーターも上がっております。さあ、どうだ。あ、さす風化強し。よも温泉ですね。さあ、ビジュアル値がアップ。うん、しかし破れましたね。そもそも巻き返したいところ。お、これは勝ちました。
巻き返します。さあ入刀、落札に挑みます。これも勝ちました。さあ 15% になったぞ。ゲルト・クサツのスプリングス対決、いいですね。こちらの方がスキルを確保してます。あと 8% だ。さあ、クサツを風化に、パワーアップしますね、クサツも。さあ、これで決着するか。しました。7局目でフィニッシュです。さあ、小槌をまた10個獲得いたしました。さあ、ここで高山の巡業、高山だったかな、高山ですね、巡業がスタン終了です。すぐ隣へ移動です。さあ、箱根の巡業ですね。箱根2人は魅力あるんですが、まあ、水上は使ったんで、ここは風化で行くかな。5局目でフィニッシュしました。カーが小槌をどんどん集めていきましょう。小槌を当てることで、ガチャで新しい温泉娘、もしくは既存の温泉娘のスキルをパワーアップさせる重複温泉娘を、得まして、それで全体的なレベルを上げていくという次第です。無料は一回やっときましょう。娘のパワーアップも欠かせません。ただですね、ここパワーアップを優先するのはレベル10の特技のレベルが高い選手で、5の選手は上げなくていいです。こういう選手を上げましょう。もっと得できない。おお、フルにはいけない。これで大成功ですね。レッスン上限に達したとなっています。もう一人パワーアップできる選手はいるかな。得意強化がないですね。金山小雪はどうだろう。もう5なんですよね。木の先のパワーアップをしましょう。
ほんとお金がほとんど残ってないぞ。ちょっと人材不足は叩き出してる感じですね。さあ2人がそんなことをしてるうちに巡業を終わらせました。ファンの数が今2万3000人以上います。池ってどっちだったっけ？こっちかな。時間短縮を行っていきます。さあ岬沿いにどんどん進んでます。さっきの黒川ですよね。怒ってないよ。プンスかプンスか。プリプリしても新鮮でいい。バカ。お腹減ったの？穴の中から中に誰もいませんよという。そい強いと思った羊羹。ありがとう。結構素直ですね。ハム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 されたい。山に登ってキャー、危ない。という話だったのさ。お知らせ見てみましょう。今がガチャですね。プレゼントフォーミー後編ガチャ、温泉娘のホースライブピックアップガチャ。なんだろうこの鴨川の立ちへの不備、修正対応。コラボイベントもありますね。ホースライブが22日です。本日20日なので、あさって土曜日ですね。なんか争奪ライブもあってやってるようですが、今のところ無縁です。チケットをどんどん引いていきましょう。ホースライブ記念、ガチャです。あー残念、イカホですね。無料の10回ガチャです。温泉娘は出ませんでした。さあ今324あるんですが、温泉レアガチャ魅力あるな。リニューアル記念ガチャ1回だけ引いてみましょう。
っと結構いいぞ。金かな。お、SR 入刀だ。おっと入刀、入刀のなんだランクが上がりました。なんとですね、おっと巡業終わりましたね。一応先ほど開いた入刀に関しては、お、万能公園行きましたね。万能公園を まずレベル上げていく。楽しみですよね。もう、そうそう、万能のスキルレベルを上げていかないといけません。万能じゃないや、入刀のスキルレベルです。入刀はどこだろう。彼女ここか。特技強化見てください。15までになりましたよ。ただお金かかるんですよね、強化するまでは。さあピックアップが10連ガチャですが、何を引くかですね、悩みどころです。本来であればイベントガチャとか引いてもいいんですが、こういうサンタとかいいんですが、このサンタを引くと重複がなくなりまして、技術の強さがなくなってしまいます。よって王道としてはこれを引くのではなく、温泉レアガチャを引くのが何よりベストです。今回はフォースライブ記念のピックアップガチャをの引きたいと思いますが、 SSR も新しいのだよな。引いてみましょう。10連ガチャです。ホースライブピックアップガチャ10連ガチャです。ん？ SR だ。ユノカーです。ハーツル、おっと SR かな。 SR の足ずりだ。なんか眼帯かけてますね。写真ちゃんのユリネみたい。おー、泥川こんなキャラだったんだ。断層の霊人っていう感じです。阿蘇穂村、
おお、また来た。 SSR 欲しいんですけどね。わ、オートカメラ、奥飛騨のカメラ得意。おお、また SR だ。 SR 撮りますね。お、ハラツルだ。これで揃いまして、うちですね、ポイントは SR が、新しいものが2人、それからですね、既存で拾って、取って特に上限解放した音声娘が2人。この上限解放した音声娘は、非常に重要な戦力として巡業にも回して使いたいと思います。できれば SSR 欲しかったんですけどね。はい、というわけで、長くなりました。ここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。この最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。